やハロー、どうもこんばんは、どうもマジ大道芸人浜田です。はい、ただいま7月29日金曜21時10分ですね。さて今日は母ね、久々の仕事です。今日はやってみようと思うことがありましてですね、何をするかというと、ちょっと正確に覚えてないんですが、僕がこの坊主とヒゲのスタイルだったのが23歳、18年ぐらい前なんですね。さて今日はですね、次の仕事が8月14日までないんですね。なので一回ヒゲ全部剃ってみようかなと。剃ってみたらどんな顔になるのか、これやってみようかなと思います。そしてですね、母帰宅でどんな反応するのか、ちょっとこれも声だけになりますけどね、ちょっと撮ってみようじゃないかと思います。はい、ってことでですね、今から早速ヒゲを剃ってみようと思います。果たしてどうなるんでしょうかね。はい、では行きましょう。あれ弱まあもみあげをどこまで残すか、ちょっととりあえずこの耳のここまで残してみようかなと思ってますね。よし、じゃあ行きます。じゃあちょっと今鏡下にあるんで、こっち見ながらね、とりあえず この辺まで残すか、うん、この辺まで残すね。目安として耳たぶんところまで残すと、こっちもね、まずちょっと目安を決めとかんでいかん、うん、ちょっとここ整えとこうか。ほんでじゃあもう全部いきます。これで普段はこれ全部6ミリで残すんですけどね、全部いきます今日は。めっちゃ電気ひげ剃りのように切れとる。痛めっちゃ血出てる。剃り残しがすごいこれ。どうでしょう、あんま変わらへんな。はい、で今まあ9時16分ですが、まあ多分2時間から2時間半後ぐらいに母が帰ってくると思いますんでね、ちょっとあの声だけになると思いますけどね、撮ってみたいと思います。どうですか、変わらんなさあどうなんでしょうね、お楽しみ。はい、今ちょっとナイトスクープ見てるんですけども、23時28分になりそうですね。はい、3分ほど前に母からカエル笑いに来たんで、はい、帰ってくるのを待ちたいと思います。で僕がヘッドホンとかイヤホンをしてるとね、声かけてこないと思うんで、ナイトスクープ生音で見ながら、果たしてどんな反応を母はするんでしょうかね、楽しみです。さあ帰ってきました、気づくかな。
台所に行ってしまいました。生姜焼き明日食うわ。明日食いに行かんな、うん、そんだけやで。焼きそばするから明日の朝飯とこれと焼きそばで持ってくる。あの飯のおかずに。マジで気づかへんな。はい、現状。あ？うん、まあ、あ、後で食う。こっちに入れとくわ。うん。はい、結果気づきませんでした。Mm-hmm.